まあ、それで、まあ、ちょっと気になったんだけどね、国会ではあれで、ね、閉会中審査っていうんですか。そうですね、やってるみたいですね。どうなりました、はい、今、うん、学校法人家計学園の獣医学部の新設をめぐって、うん、今日国会では閉会中審査が行われておりまして、うんうん、まあ、午前中に衆議院で、午後は参議院でということなんですが、うんうん、前川喜平前文部科学事務次官は参考人として出席しまして、うん、やはり背景に官邸の動きがあったと思っていますと、改めて言っているんですね、うん、一方でその官僚、現職の担当官僚、例えば、うん、獣医学部の設置を担当する文部科学省の常盤豊高等教育局長は、うん、野党の質問を交わし続けて記憶にないという証言を連発していると、うん、まあ、ちょっと平行線をやはり辿ってしまっている現時点ではというようなことですね。文化の高等、記憶にない、うん、出ましたって感じですね。便利な言葉だね。あ、でもこの平行線たどる前に前川さんはあれだよね、やっぱしなんていうの、天下り人事でこう突き上げられて、辞めてるわけだよね。そうですね、文部科学事務次官辞めてますよね。それに対してこの番組に来た元官僚の古賀さんはこうどこの省庁でもやってるという発言をこの番組でなさったんだけど、はい、俺たちは実態は知らないけど、もしそういうことならなぜこれが文科省だけの問題で今日までとどまってるのかっていうのもかなり疑問だよね、うん、文科省だけここでやっとけばあとは収まるとかね、それともなんか他のは調べても資料が出てこなかったのか。じゃあその古賀さんの発言はね、うん、どういう根拠に基づいてこう元官僚の人がそんなことを言ったのかっていう疑問も残るよね、うん、あともう一つあれだよね、やっぱりこれ総理が出席してないとこう官邸の意向とか、そうですね、そんな言葉がちょっと核心部分はやっぱりわからないままで終わってしまう可能性ありますよね、うん、そもそも総理大臣と非常に懇意の理事長が経営している加計学園を贔屓したかどうかっていう問題ですものね、うんうん、まあ、ことはいろいろとこう8億円のね森友学園の行方からこう始まってんだけどね、まあ、国会でもちらっと切れたりしたけども、やっぱしあれだよね、あれは地下にあるゴミをどけるという話から始まってるんだけど、実際にどけたゴミっていうのはその一部で全部どけてないわけだよね、うん、そのまんまになってるわけだよね、それが森友の方ね、はい、そこもやっぱしさ、じゃあなんでその8億円も値引きしたのかっていうこともまだ分かってないよね、うやむやのままですね、なんだか籠池さんだけが悪いみたいな雰囲気になってしてしまってますけど、彼は安く譲ってもらった方だから、実際安く譲った側の方の責任の方が実は追及されるべきじゃないですか、その決定をした側の国有地の売却の問題に限って言えばね、学校にちゃんとした適法性があったかどうかはまた別問題で、今それは籠池さん問われてますけど、極端に安くして売却したのが正しかったかどうかっていう手続き上の問題がちゃんと追及されるべきですよね。そうですよね、なんか問題を矮小化しようとしているようにちょっと思えてしまったりするんですけどね、はい、さっきの菅さんのさ発言とかそういうのもさ、やっぱりなんかこう、そこで問題を跳ねつけちゃうのはさ、別に政府がね間違ったことしてなかったり、政府が順調に進んでたりした時にはね、まあ、それで納得する場合もあるかもしれないけど、ことはまっすぐ進んでないからこうなってるんで、それに対してはやっぱちゃんと答えてほしいと思うんですけどね。誠意のある答えをね、だから記憶にございませんっていうのも、あまりにもその何ですかね、ちょっと聞く側をバカにしてるというか、そんなにそんなに忘れちゃう、こんななんか文字に残ってるっていう風にこの民進の福島さんがね指摘されてましたけど、そんな結構な問題なのに記憶にない、これは私は知りませんっていうんだったらまだ分かりますけど、記憶にないっていう言葉って すごく誠意を感じないというかね。そうだね、あとはねもう言いたくないかね、
これは昔からもうロッキードの時から有名な言葉だけどね、記憶にないっていうのはね、答弁の仕方としてはね、はい、ちょっと便利すぎる言葉かもしれないね。ですね、まあ、違います、知りませんと記憶にないには近いニュアンスだけど、大きな開きが、大きな開きがありますよ、ありますよね。ね、うん、違いますじゃないんだもんね、記憶にないんだもんね。だから記憶にございませんっていうのは、うん、自分自身にしか、うん、まあ、もしそれが嘘だとしたら、うん、自分自身にしか嘘ついてない状態ですけど、うん、でも自分はそれが本当か嘘かっていうのは本当は分かってるはずですからね、うんうん、まあ俺たち、俺ぐらいの頭の程度だったらね、そんなこともあるかもしれないけど、ものすごい頭のいい人たちがね、こっちから聞いてて記憶にねえわけねえじゃないかみたいな、ね、ちょっとね、気持ちになっちゃうよね。そんなにすぐ忘れちゃう、うん、大事なこと忘れちゃうような人がそんな重職についちゃって大丈夫、うん、っていう。あともう一つは、今日の読売新聞なんかでもあれですね、支持率が57、あの不支持が 57% になったっていう記事が、 52% ですね、はい、不支持が随分、これ読売新聞だからね、そうですね、かなり多いなと思うんだけど、やっぱしこれはあれだよね、防衛省の、防衛省の日誌の問題だとか、あ、その前の、あの、この間、成立した共謀罪、ね、ね、それと、その前の内閣の閣議決定した、駆けつけ警護の話とか、はいはい、安全保障法、ね、一連の流れが全部あって、それプラス、あの森友問題、加計学園と来てるから、やっぱり森友加計だけの話で不支持じゃないんだよね、うん、こう国のやってることがちょっとなんか全体のね、決め方にしてもこうちょっと強引すぎる決め方っていうのが、うん、やっぱりみんなちょっと不安に思ってるから、うん、こんなことになってきたと思うんだけど、今日は。